カールフリードリヒホンバイツゼッカーカールフリードリヒホンバイツゼッカーはドイツの物理学者、哲学者である。ナチスドイツの外務次官になったエルンストホンバイツゼッカーの息子で戦後ドイツの大統領になったリヒャルトホンバイツゼッカーの兄である。1929年から1933年まで物理学、天文学、数学をベルリンやゲッティンゲン、ライプツィヒの 各大学でハイゼンベルク、フンとボーアラに学んだ。原子核の研究を行い、1935年にハンスベーテとは独立に原子核質量公式を発表した。1937年から1938年にかけて恒星のエネルギーの研究を行った。第二次世界大戦中はカイザービルヘルム研究所の研究者で、 ドイツの原子爆弾開発を行った。戦後は、キリスト教の立場から、平和運動を進める哲学者となった。1957年から1969年まで、ハンブルク大学の哲学科で教授を務めた。2007年、バイエルン州シュタルンベルクにて死去。94歳だった。ドイツ語のフライヒーヤは、断尺を意味する単語であり、フライヒーヤは、ミドルネームではない。で、 フライヒーや等を参照。ありがとうございます。